はい、皆さんこんにちは、龍樹です。今日は苦しい道を選ばなくてもいい、豊かな人生を歩む方法というお話をさせていただきたいと思います。人生は修行だと生きている人って結構いるかもしれませんね。日本人には特に多いかもしれません。そんな方は自ら苦労を買って出るという感じですかね。僕も祖母が商売をしていまして、かなり苦労人だったんです。そして両親が共働きだったんで、夏休みとか春休みとか休みの日はおばあちゃん家に預けられていたんです。でその時、苦労は勝手でもしろとこっぴどく言われてたんで、かなりそれが入ってしまって、人生は修行だという感じだったんです。やっぱりね、未だにねそれを思い出すんで完全には抜けきれないんですが、まあ、頑張る、努力、苦労をしないと成功しないと決めてしまっているということなんですね。まあ、決めてしまっていたということなんです。しなければならないという感じですかね。ただしなければならないと思っているからこそ、またしなければならない世界が作られてくるという感じですね。要は自ら苦しい人生を選んでいたんです。皆さんはいかがでしょうか。頑張ることや努力すること、苦労することでモチベーションが上がる人ならいいんですけどね。ネガティブな気持ちになったりモチベが下がったりするなら、あえて苦しい道を選ばなくてもいいのではないでしょうか。なぜならそうすると自分が満たされないからです。まずは自分が満たされることって本当に大切なんですよね。例えばコップの水が空っぽだったら人に水を与えることってできません。でもコップが水で満たされていたら自分にも人にも水を与えることができます。このようにまずは自分が満たされることによって幸せの連鎖が広がるということなんですね。だからまず自分が満たされることって本当に大切なんです。自分が満たされているとそれを人に分け与えることができますので、それに今感じている感情が次の現実になります。今モチベーションが下がっていたら、やっぱりモチベーションが下がるような、下がると感じるような現実が作られますし、今満たされていたら満たされていると感じる現実がやってくるんです。だから頑張って努力して苦労してモチベーションが下がるなら、その道をあえて選ばなくてもいいんではないでしょうか。まあ、どうしてもなりたい自分や叶えたい夢があって、それを達成するための努力や頑張り、まあ、もしくは苦労があるなら、まあ、それもそれでたまにはモチベーションが下がるかもしれません。例えばスポーツ選手なんかそうですよね。ボクシングなら減量や走り込み、縄跳び、筋トレなど頑張って努力してチャンピオンを目指します。そんな時たまにモチベーションが下がりますが、まあ、一時的にモチベーションが下がったとしてもチャンピオンになるという目標があればやり続けれたりしますよね。まあ、チャンピオンという夢が大きいからです。その時はチャンピオンをなる、チャンピオンになるというのを選択して、そういう苦労とか努力とか頑張ることを選択してもいいですよね。結局そのチャンピオンになるということが最大のモチベーションになりますし、ただそんな大きな夢や目標ではなく、ただただ努力しないと幸せになれないとか、頑張らないと幸せになれないというような苦労をあえて選択しなくてもいいということなんです。例えばブラック企業に勤めていて途中で投げ出したらダメと苦労しながら続けるという選択をするより、もうそんな時は辞めるという選択をしてもいいということなんです。また浮気ばかりする彼と付き合っていて我慢しないといけないと
苦労しながら続けていく選択をするより、もう浮気をやめてくれなければ別れますと宣言して、それでも浮気したら彼と別れるという選択をしてもいいんです。苦しい道を選び続けずに苦しみから解放されてもいいということなんですね。まあ、なぜなら苦しみはまた苦しみを生んでしまうからです。苦しいと感じていると苦しいと感じるような現実が作られるんですね。皆さんの感じている感情が現実になりますので、苦しみは苦しみを生むということです。僕のおばあちゃんの時代はそうだったかもしれません。人生は修行だとか、苦労は勝手でもしろ、まあ、このような感じです。でもそれって昭和の時代のことであり、今の令和の時代では合わないですよね。その考え方は、時代は移り変わりつつありますし、それに今はより内面が外の世界に反映されやすくなる時代なんです。そして私たちは楽しむため、幸せになるために生まれてきているんです。だからあえて苦労をしなくてもいいんではないでしょうか。人生のゲームを楽しむために地球に降り立ったということなんです。皆さんもテレビゲームって苦しむためにしませんよね。テレビゲームを苦しむためにしている人がいたら教えてください。当然テレビゲームって皆さんは楽しむためにやると思います。人生も同じなんです。人生のゲームって人生ゲームですよね。これはもう楽しむためにあるものなんです。だから努力しないといけないとか、頑張らないと幸せになれないとか、そういうのはもう自分がそう決めてしまっているだけなんですね。だからこそあえて苦しい道を選ばないようにしてください。苦しい頑張りや苦しい努力なくても十分皆さんは幸せになれるということなんです。豊かな人生を送れるということなんですね。いかがでしょうか。モチベーション下げながら頑張って努力して苦労していないでしょうか。そんな方はぜひ今日のお話を忘れないようにしてくださいね。そして苦しい道を選択するより楽しい道を選択するようにしてください。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。